僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。ああ、自然よ、父よ。僕を独り立ちさせた広大な父よ。僕から目を離さないで守ることをせよ。常に父の気迫を僕に満たせよ。この遠い童貞のために。この遠い童貞のため。皆さん、こんにちは。この詩を皆さんはご存知でしょうか。この詩は高村光太郎の童貞という詩です。この詩は1914年6月の美の廃墟という詩集に収められたものですけれども、その時は最初は102行にわたる長い詩でしたが、その後詩集童貞に収められる時にこの9行の短い詩に改められました。この遠い、道筋、童貞、この有名な、詩の中に高村光太郎のまさに異文化体験が凝縮している、そのように言えるのではないかというふうに思います。異文化交流論 1B の6、今週は高村光太郎のパリと称しまして、彫刻家であり詩人である高村光太郎をご紹介したいと思います。高村光太郎は1883年、東京の下谷区に生まれました。父親は高村光三、彼は木彫りの仏師でして、いわば日本の伝統的な仏を彫る、そうした彫刻家ですね。で、光雲というふうに名乗って号しておりました。そこの長男として生まれたのが光太郎です。ちょうど時代はですね、欧化政策の真っただ中の鹿鳴館時代ということで、父の、木彫りの仏師というのは必ずしも、恵まれた職業環境にあったわけではありませんので、高村家は困窮した生活を送っていました。そんな折、1889年に光雲はですね、岡倉天心の勧めで東京美術学校の教員となります。で、岡倉天心といえば、フェノロサの教え子として東京美術学校だけではなくて、ボストン美術館の、東洋部長も後に務めるといった、東西の美術に非常に造詣の深い、芸術家でありますけれども、彼の勧めで、なったわけですね。ちょうどそうしたフェノロサや、岡倉天心らによって行き過ぎた、西洋化に対する一種の揺り戻しとして、日本美術の復興ということが叫ばれていた、まさにその時代の動きが、高村家にとって、幸いしたというところはあるかと思います。1892年、高村光太郎は10歳の時に、本郷の、駒込千駄木林町の方に引っ越してきます。東洋大学の実はすぐ近くに居を構えたということになります。そして光雲はですね、皆さんも、よくご存知のと言ってよろしいのかと思いますけれども、上野の西郷さんですね、こちらの、木型を作ることを命じられというふうになりますね。93年には光雲の代表作である老猿老いた猿、これはシカゴの万博に出品されたものです。また皇居のところに立っています、楠木正成の銅像ですね。この木型も作っています。東京の三大銅像というのは皆さん、ご存知でしょうか。今、上がっている2つの、西郷隆盛上野、それから皇居の、楠木正成ですね。そして
それもう一つ、靖国神社のですね、大村益次郎という、まあ、この三つが、東京の三大銅像と言われるものなんですけれども、まあ、そのうちの二つが、高村光雲の作品だということになります。はい、この写真がですね、左から、これが、二重橋の、皇居の二重橋のところにあります、クスノキの銅像。まあ、その隣が、これは皆さんよくご存知の上野の西郷さんですね。そして、その次が、これはまあ、幸雲の作品ではありませんけれども、靖国神社の参道の正面に立っている、大村益次郎の銅像。この三つが東京三大銅像と言われるものです。皆さん、ご覧になったことありますか？まあ、どれも大学からそんなに遠くないですよ。ぜひご覧になったらいかがでしょうか。そして一番右端が、まあ、幸雲の代表作である、老猿。非常にこう、力強い、まあ、と老いた猿という割にはですね、力強い木彫りの彫刻です。まあ、このようにして高村光太郎の父幸雲は、まあ、明治という時代の中にあって、で著名な、まあ、彫刻家としての地位を固めていったということになります。では光太郎の方の、伝記をもう少し見ていきましょう。16歳になった光太郎はですね、まあ、父親がやはり、木彫りの仏師、彫刻家ですので、東京美術学校の彫刻科の方に進学し、まあ、そこを1902年に卒業はします。ただ在学中ですね、18歳の時に詩人としてすでに文壇に登場しています。その時のペンネームは、これでですね、雑誌明星に掲載した時のペンネーム、これで高村と言いますけども、高村彩雲というペンネームで短歌や随筆、翻訳などを掲載していた。まあ、当時の名状というのは、これ右側に写真を載せていますけども、まあ、日本の、まあ、短歌です。与謝野鉄幹ですから、短歌などを載せている、文芸雑誌ではあるんですけども、ご覧のように非常にハイカラなというかですね、西洋的な雰囲気がふんだんにあふれたモダンな雑誌ですね。そしてその隣、この真ん中のこれですけれどもね、ちょっとだいぶ曲がっちゃいましたが、これは乱れ髪、与謝野晶子のですね、歌集ですけれども、まあ、これも藤島武二の作品ですけれども、明星の表紙でもそうですし、右下の蝶というタイトルのですね、これは西洋画になりますが、まあ、たくさんの蝶を、に囲まれた女性を、こうロマンティックにというかですね、妖艶な形で描き出していて、こうした、まあ、ちょっと現実的ではない、ロマンチズム的な、まあ、画風作風というのはちょうどこの時代、一つの潮流として、まあ、あったわけですけれども、こうした中にちょうど光太郎、若い18歳の光太郎がですね、まあ、身を置いていたというところは、後の、まあ、光太郎の人生にとって大きな意味を、持ってきます。で、まあ、藤島武二はですね、これやはり幸雲と同じ東京美術学校の、まあ、助教授でして、同僚だったわけですね。で1905年から、9年にかけて、まあ、国費留学で、フランスに、まあ、留学しています。また高村光太郎はですね、1904年から、まあ、この藤島武二が、まあ、開いていた絵画研究会の白馬会というですね、会の方にも、まあ、参加しています。ですから短歌や、随筆や
そうしたまあ文芸作品を書く一方で、でそしてなおかつ彫刻家を卒業しながらも、絵画の方も、にも憧れて、そうした勉強を、藤島についてですね、習っていたというところが、あります。1904年22歳になった時、もう大学は一旦卒業して、美術学校卒業していますけども、雑誌でですね、ロダンを見るんですね。ロダンのこの考える人、有名ですけれども。で、このまあロダンのまあ彫刻にまあこう非常に大きな衝撃を受けるという体験をまあいたします。そして1905年にですね、23歳になった時に、鋼太郎は改めて今度は東京美術学校のですね、西洋画科に再入学いたします。その時の先生が前にこの授業でもご紹介しました黒田清輝でした。まあそれからその前にすでにまあ白馬会に参加していた時の師である藤島武二も准教授としてまあいたわけで、さらには高松幸太郎の同級生にですね、藤田嗣治がいました。また、岡本一平、これは岡本太郎さん、まあ、皆さんのよく知っているので言えば、大阪万博の太陽の塔ですとか、あるいは、渋谷駅の井の頭線と JR の間に、の壁に大きな、壁画が、飾られていますけれども、まあ、ああいうその戦後の日本を代表する、まあ、彫刻家であり画家である岡本太郎のお父さん、岡本一平が同級生の後にまあいたということです。で、この年1905年にですね、まあ、藤田は、ごめんなさい、高村光太郎は、岩村徹という、まあ、この人もまあやはり画家で、バルビゾン派の、ミレーの、バルビゾンの方にですね、アトリエを構えて、留学経験がある、そういう洋画家ですけれども、でなおかつ日本ではまあロダンの伝記も翻訳したりしたというそういう方ですけれども、まあ、その岩村徹の勧めで鋼太郎はですね、まあ、海外留学をまあ決意すると。まあ、ただ括弧なんか書きましたけど、本人はなんかあまり乗り気ではなかったようなんですけども、まあ、父親がですね、まあ、同僚の、藤島や、間違えてばっかりでごめんなさい、あるいはその黒田や、まあ、そういった人たちみんながまあ海外留学、ヨーロッパ留学、フランス留学を経験しているわけなので、まあ、ぜひ、行ってきなさいということで、父親の勧め、参戦もあったためにですね、留学をまあ決意いたします。高村光太郎の、まあ、留学は、まあ、今ヨーロッパと最初に申し上げましたけれども、実は、ニューヨークからスタートいたします。1906年、まず最初に彼はですね、バンクーバーに上陸いたします。そして、大陸鉄道を、使ってニューヨークの方へ行って、まあ、そこでですね、働きながら、学校に通って勉強をするというですね、そういうことをする。まあ、高村家、必ずしも裕福だというわけではやっぱりないわけで、まあ、むしろ苦労しながら、自分で、しっかりと、まあ、学んでくるということを、志したようです。で、この時に、メトロポリタン美術館で初めて、まあ、ロダンの本物を見る。これが右上の方に「ヨハネの首」というですね、これをまあ見た、今メトロポリタン美術館に収蔵されているそうですけども、そしてまたボストン公立図書館の入り口のところ、右の下の写真がそうなんですけども、ピヌスト・シャバンヌという人のですね、非常に美しい大きな壁画を見たということで、初めて生の西洋彫刻や西洋絵画に、まあ、触れた。まあ、ここで、鋼太郎は、まあ、大きく、
そうした絵画や彫刻の世界へと引き込まれていく形になります。下に URL が掲載されをしましたけれども、授業教室でやればやっているときはここをクリックすればこのボストン公立図書館のですね、ピニス・ド・シャバンヌの壁画の拡大図が、お見せできるんですけども、この、ナレーション付きの録画の方ではちょっとそれができませんので、どうぞ皆さんこの URL をですね、書き取ってです、写し取ってですね、ご自身で、見ていってみてはいかがでしょうか。何て言うんだろう、VR じゃないですけれども、非常にリアルに、このシャバンヌの壁画を、もう目の前で、現地で見てるかのように見ることができます。はい、で翌年、ニューヨークからロンドンへと、渡っていきます。この時も父親の配慮でですね、農商務省の、いわゆるその練習生というか実習生というふうになって、お給料をもらいながら、勉強を続けるということを、していくわけですね。家具などのですね、応用的な、彫刻の調査に当たりながら、ロンドンの大英博物館に通ったり、あるいは劇場や図書館、音楽会に通うといったような形で、ヨーロッパの生の芸術に身を浸していくという生活をしていきます。で、約半年経った11月にですね、1週間休みを取ってパリを訪ねて、ロダンのアトリエを訪問する。これが右側の写真にある当時ロダンが住んでいたムードンの館というですね、現在は美術館になっていますけども、そちらへを訪ねて、残念ながら、その時ロダンは外出中で留守だったんですけれども、なんとロダンの奥さんがですね、小太郎を出迎えて、そしてロダンのですね、デッサンとか作品をアトリエに招き入れて見せてくれたということだそうです。ロダンという人は、実は日本の、この後ですけれどもね、その白樺派、特に、有島育馬や有島武雄、それから武者小路実篤、そういった人たちと交流があって、日本びいきというかですね、というところはあって、それがために、皆さんもご存知だと思いますけれども、ロダンの考える人っていうのは世界に何体かあるんですが、そのうちの一つが東京の上野にある西洋美術館の中にというか庭にですね飾ってあります。でこれはロダンから日本に送られたもの。それから地獄門というですね、非常に大きなロダンの代表的な大きな彫刻、巨大な彫刻、これも実は実物がその西洋美術館、東京西洋美術館に、あります。というように、実はロダンと日本との、つながりというのは非常に、深いものが、あるんですけれどもね。この時はまだそこまで、交流はなかったはずですけれども、わざわざ、ロンドンから訪ねてきた西洋、東洋人である高村光太郎をですね、その奥様が、招き入れて、くれた。これが光太郎にとってみれば、やはり人生を大きく変える転機になったのは間違いないことですね。もともとロダンに憧れて彫刻家としてですね、いたわけですので。でそれで、翌年になって、パリへ移住するというふうに決断するわけですね。パリ19区のモンパルナス墓地のすぐ近くである、シャンパーニュープレミエというですね、道路沿いのアトリエ兼住宅を借りてそこに住んでいきます。後でもまたご紹介いたしますけれども、その実際に住んでいたアパートにはですね、詩人のリルケも住んでいたということで、この14区のこの道路沿いですね、シャンパーニュプルミエの道路沿いには実は多くの画家たちが
アトリエや住居を構えていて、で後に藤田も実はここに住んでいるんですね。はい、当時の、まあ、パリにはですね、先ほどちょっと名前が挙げました、有島武郎の弟であり白樺派の一、まあ、メンバーの一人である有島、まあ、この時は三部馬と名乗っていましたけど、後に有島生馬というふうに、まあ、名前を変えますが、ですとか、あるいは、安井、素太郎といった画家、まあ、日本、この当時の日本を代表する、西洋画家ですけども、そういった人たちも、まあ、パリに、まあ、彫刻や絵を学びに来ていた、行き来していたということがあるそうです。照明という、まあ、画家のところに光太郎は、まあ、通って、そこで、まあ、絵画の基礎、クロッキーを、まあ、学んだということでそうです。これは、まあ、今の先ほどのロダンの館の別の角度から見た写真ですけどもね。またですね、ちょっとここは話がずれ、こう違う側面になってしまうんですけれども、高村光太郎という人は、生涯にわたって実はこのバーナード・リーチさんというですね、イギリス人の、まあ、なったりする芸術家の方ですかね、と、深い長い交流を、まあ、持って、いらっしゃいました。バーナード・リーチさんという方は、香港生まれのイギリス人で、で、まあ、日本で育っているんです。で、まあ、ロンドン美術学校時代に在、ロンドンに在学中、ロンドン美術学校に在学中に、まあ、高村光太郎と、まあ、知り合いまして、で、生涯の、まあ、親友として交流は続きます。まあ、バーナード・リーチも高村光太郎も戦後まで長生きした方ですのでね、1909年にはバーナード・リーチは日本に住宅居を構え、ロンドンから戻ってきて、そして白樺の柳宗悦ですとか浜田庄司といったような陶芸家と、まあ、懇意になって、ここにも書いてあるようにですね、日本や朝鮮半島に伝わる伝統的な工芸技法、そしてそこに、まあ、イギリスの伝統的な工芸技法等を取り入れた独特な、まあ、こう手法を持った陶芸画家として名を馳せるようになります。また、まあ、非常にこう親日家でして、で、皆さん行ったことあるかどうか分かりませんけども、井の頭線のですね、駒場東大前から歩いて10分ほどのところに、日本民芸館という柳が設立したですね、陶芸品などを収蔵した日本の民芸館がありますけれども、こちらを設立するときに、まあ、柳に力を貸して、まあ、バーナード・リーチをですね、こう自分の作品をそこに、まあ、収蔵したり、あるいは設立のための基金ばお金集めですね、そうしたものに協力したりというような形で、こうしているそうです。していたそうです。まあ、日本にも、まあ、その後もたびたび長期滞在して、まあ、その民芸運動、まあ、いわゆる民芸というのは、まあ、芸術と、特にその陶芸というものは飾れるためのものではなくて、生活の中で使うための、まあ、食器やですね、そういうものとして、こうあるべきだという考えに基づいて、まあ、民芸というようなものが提唱されていった。まあ、浜田庄司や柳なんかその代表的な陶芸家ですけれども、バーナード・リーチもそういった一人で、高村光太郎自体はそうした民芸の世界にはあまり手を出さなかったようではありますけれども、でも生涯にわたって、まあ、こうしたイギリス人ともですね、深く交流をしていたというところは、やはり高村光太郎のですね、こう、まあ、まさにその異文化交流の一つの成果というか、結果ではあったかというふうには思います。では最初のスライドはここまでにしたいと思います。